ナインストーリーズ・オブ・ゲンジは2008年10月にゲンジ物語千年記を記念して新潮社から出版された9人の現代作家によるゲンジ物語を題材にしたアンソロジー作品集である。9人の現代作家がそれぞれの立場からゲンジ物語の拡張を題材として書き下ろした作品を集めた作品集である。九つの作品のうちエクニカオリ、 津野田光代、町田康史、金原瞳、島田正彦、桐野夏樹の六人のものは、当初同者の雑誌、新潮二千八年十月号の、源氏物語特集に、源氏物語の新訳、長訳シックスストーリーズ・オブ・源氏として掲載されたものである。収録された作品には、源氏物語を題材にしたという以外に全体を、通して一貫した方針は存在せず、 参加した作家がそれぞれの立場から取り組んだものである。これに含まれている作品には、設定やストーリーは原作を比較的忠実になぞっている、源氏物語の現代語訳と言っていいものからのような、オリジナリティが高く翻訳とは言い難い、本案作品も含まれている。雑誌掲載時には、源氏物語の翻訳とされていたが、単行本化された際にはなどとされており、 翻訳の表記は使用されていない。2011年5月には、現氏物語9つの変装と解題して、新潮文庫に収録された。各話の冒頭には、原点のあらすじが付されている。は、雑誌、新潮に掲載されていたもの。ありがとうございます。